最終的に行き着く結果はこうなると向こうも予測しているはずでちゅ。つまりまあ結局のところ私にお任せあるということでちゅ。どうかしましたか？それとも私だけでは話をつけられないと思っているのでちゅか？それに所長はこの島の最高責任者なんでちゅ。もしも所長のいない間にここで何かあったらどうするんでちゅか。島を預かるという人間が仕事以外で本社に行って長い間島を開けるというのも問題がありまちゅ。もしも所長がいない間その時の責任を所長は取れるのでちゅか。所長はここで責任者として全体をしっかり監視していればいいんでちゅ。それに所長のいない施設はまともに動かないでちゅからね。所長、部下を信頼することも有能な上司の条件でちゅ。つまらない言い訳なんか言わずに私の行動を信じてくだちゃい。こういう時にこそ信じてもらえないとさすがの私でも悲しいでちゅよ。それは私にも分かりまちぇんよ。でも何もせずに帰ってくるようなことはしまちぇんよ。でちゅから所長はリニアちゃんのそばにいてあげてくだちゃい。その方がリニアちゃんも安心しまちゅ。だからパーツのことに関してはこの霧島にお任せくだちゃい。ありがとうございまちゅ。わかりました。所長も私がいない間くれぐれもお仕事の方をサボらずによろしく頼みますね。わかりました。肝に銘じておきまちゅ。それでは私はこれで失礼させていただきまちゅ。所長、
所長、何を言ってるんでちゅか。当たり前でちゅ。私は所長の有能な秘書なんでちゅよ。月曜日には帰ってきまちゅから、そんな顔をして心配しないでくだちゃい。逆に所長のことが心配になるじゃないでちゅか。子供じゃないんだから大丈夫でちゅ。でもそのお気遣いには感謝しまちゅ。その辺については抜かりはありませんから。いえ、何もないでちゅよ。そこまで大層なものでは。それではここで長い間話していても問題の解決になりませんので、行ってきまちゅね。それにこの間にもリニアちゃんの状態は悪くなっているんでちゅから。では所長、私がいない間、何事もないようにしっかりと留守番の方をよろしくお願いしまちゅね。ただ私がいないと書類の整理が何かと大変だと思いまちゅが、大丈夫でちゅか。割に合わないでちゅからね。では行ってきまちゅね。わかりました。では月曜日には帰ってきまちゅので、リニアちゃんのパーツを楽しみにして待っておいてくだちゃい。高博、少しいいか。霧島の嬢ちゃん、行ったようだな。霧島の嬢ちゃんには感謝してるよ。昨日俺のところに来て、
私に任せてくださいってよ。おじさんが危険な橋を渡ることはないのですってよ。あんな小さななりで力強く言うんだぜ。何でもお見通しだったわけだよ。さすがだな、霧島嬢ちゃんは。トラブルに巻き込まれなければいいのだが。ええ、高弘も知っているかもしれねえが、本社で不穏な動きがある。そうだったのか。でもな、高弘、やはり不穏な動きがあるっていうような時期に霧島の嬢ちゃんが本社に行くのは、それなりにリスクを背負っているってことだ。どうなるかなんて誰にもわからない。霧島の嬢ちゃんに何かあったら、それこそ全てを失ってでも守ってやらなきゃいけねえな。その通りだ、高弘。その心意気なら、単身で本社に行った霧島の嬢ちゃんも安心ってもんだ。それなら霧島の嬢ちゃんが一人で行くっていうのもうなずける。それだけ信頼されてるってこった。男冥利に尽きるな、高弘。とりあえず今は霧島の嬢ちゃんを信じて待つしかないな。くよくよしても始まらんさ。男は時として待つことも大事なものさ。それが今だってことだ。今は霧島の嬢ちゃんのことを信じて待つことだな。高弘よりはしっかりしているからな。あくまでだ。高弘もしっかりしているが、それ以上に霧島の嬢ちゃんの方がしっかりしているってことだ。そういうこった。最悪の事態にならないことを祈るだけだ。そうか。あまり張り詰めたままじゃ、高弘にしても精神的にも身体的にも悪いからな。とりあえず今のところはゆっくり休んでおいた方が得策かもしれんな。そう言ってくれると嬉しいよ。なら早く部屋に戻ってゆっくり休めよう。Thank you.
どうした高博、浮かない顔して。そういうことか。何か本社でトラブルでもあったのか。そうか、手に入りにくいパーツなんだな。それで今日の寄港便に間に合わなかったんだろう。そこまで心配しなくてもいいんじゃないのか。高博、考えすぎは良くないぞ。とにかくその話は後回しだ。リニアのジョーちゃんのために届いたパーツをいじって完全にジョーちゃんに合うようにしないといけないからな。そこのところは任せろってんだ。高博はリニアジョーちゃんと霧島ジョーちゃんの無事を祈っていてくれ。悪いが、お前に今できることはそれだけだ。できたぜ、高博。おいよ、できたぜ。終わった瞬間にこいつら寝ちまったよ。相当疲れたんだろうな。全部で123パーツ分しっかりと仕事をしたよ。さてと、一服して、とだな。徹夜したぐらいでよ。